テスラ YouTube でおなじみの皆さんです。どうぞ。さあ、そしてじゃあちょっといろいろ紹介していただいてもよろしいですか。あ、イーロンマスク乗ってますね。イーロンマスク、これよく驚かれるんですけど、いやいや、すごい見られるんですよね。白目向いたイーロンマスク、ね、あ、確かに確かに。さあ、トラックが開いてます。テスラトゥーダフューチャー、どうも映画コメンテーター有村君です。今回も動画ご覧いただきありがとうございます。さあ、僕はですね、日本最大規模です。なんと130台のテスラ SX3 が集まるですね、テスラスーパーサミット、私アンバサダーを務めさせていただいております。司会もね、今イベントでやってきたんですけども、今回コラボでお届けしたいと思います。テスラ YouTube でおなじみの皆さんです。どうぞ。イエーイ。What's up?じゃ、ちょっと自己紹介お願いします。テスラライフスタイルの一気パンダこと小沢亮介です。よろしくお願いします。はい、What's up everybody、 ようこそ。テスラロハのレスちゃんです。うわ、すげー。はい、助っ人外人のレスちゃんです。皆さんこんにちは、トシです。よろしくお願いします。いや、すごい、もうテスラ YouTube 界のおなじみのメンバーですね。ということで、今日はですね、それぞれのお車、それぞれの場所をですね、いろいろと深掘りしてコラボでお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、それではまずリッキーパンダさんのテスラから紹介お願いします。はいはい、とりあえずね、僕はもうマクロクロス系仕様です。おお、はい、まあ、まずフロントからね、全部あのヘアライン仕上げにして、もう真っ黒です。メッキだったところ全部ブラックにしてます。だからロゴも全部ブラックメッキだから、まあ見るところもうシルバーの部分はほとんどないかも。なんかあれっぽいね、バットモービルっぽい、あの全部こうやって黒で統一してるっていうのがおしゃれですね。ハルさんのところで21インチの純正ホイールを、マット仕上げにドブ付け塗装した仕上げのホイール。はー、多分これめちゃくちゃ高いホイール。とにかく黒にこだわってるんだな。もうヘアライン、ヘアラインのブラックヘアライン仕上げをすることでめちゃくちゃ高級感出る。これね、実はね、二重にフィルム貼ってて、通常断熱フィルムって、まあ、紫外線カットが普通です。うん、僕今っても赤外線もカットするんで、へえ。これ横に来てもらうと分かるんですけど、窓越し太陽来ても全然暑くないんですよ。なるほど。いやー、すごいな、やっぱモデル S ってすごいな。こういう縦画面ってのはいいな。外黒、中白っていうのがやっぱりテスラらしいよね。あとこれ意外とやっといてほしいな、これオールガード。ああ、これか。これやってるとドアを普通にガコンってぶつけても全然なんともない。確かに確かに。ということで、じゃあリッキーパンダさんの車で乗る。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、じゃあトシさん行く。ありがとうございます。同じモデル3のギガ上海の全く一緒、あのロングレンジ、ロングレンジですよね。そうです。あ、これ出ました。この車こちらなんですけども、超ドノーマルモデル3ロングレンジということで、まあ、あのアリコンさんがもともとフロリオン仕様にする前のモデル3と同じ仕様、はい、逆に比べていただくと、うん、ここからああいう風に変わりましたよっていう、ちょっと比較動画もなるっていうところですね。結構僕スマホとかもあんまりカバーとかつけて素で使うのが好きで。なるほど。だからあの iPhone ケースつけない派ってことですよね。つけない派なんです。思うけどテスラ好きってアップル好き多くないですか。多いですね。やっぱりそのガジェットが好きっていう、うん、ね。さあ、そしてじゃあちょっといろいろ紹介していただいてもよろしいですか。あ、イーロンマスク乗ってますよ。イーロンマスク、これよく驚かれるんですけど、いやいや、すごい見られるね。白目向いたイーロンマスク、ね、確かに確かに。そしてシートは白にしたんですね。シートは白、はい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 。あれ動くやつはつけてないですか。つけてないんですけど、まあ画面で言ったらあれ YouTuber 用のグッズというね。え、この画面を外に出力できるっていう、まあ、だからあパイロットとかの動画撮るときに便利なねぐらい。あ、それいいっすね。あ、でも足元いじってるね、ここ。あ、ちょっとだけ、これこれちょっとだけ。俺も一緒のやつだと思います、これ。やっぱでも白いいっすよね、このね。白はね、やっぱり中が広く見えますよ。だからあのリッキーパンダさん方式ですよね、これね。白にして、そうです。でこう パンダのような感じになる。パンダ外も白黒だし。ああ、確かに確かに。あ、そこはね、なになに、秘密兵器がある。え、なになになに、わからないですけど、ちょっとまたあの、ちょうどあの、どちらだ。さあ、テスラカスタムカー、こっちもこっちもやってますね。色がいいよね、ホイールまで合わせてるもんね、こっちも。はあ、未来カーで、これがヨークハンドル。こっちもヨークなんだ。こっちもそう、いじってる人は大体ヨークやっちゃうのかな。ああ、いや、これとかさ、超オシャレじゃないですか、これ。なんか、デザイン性が高い。やってますね。これは塗装ですよね。そうです。はあ、あとこれ、ここシール塗ってます。あ、やってますよこれ。なんかフィルム。フィルムっすよね。すげえなこの車。でここもいじってんじゃないですかこれ。はい。はあ。めちゃくちゃすごい。ウィールカバーもね。ああ、っていうことですよね。ちゃんとし
着てるやつ。ちょ、これスーパーカーっぽくないですかこれ。イーロンマスク発見です。しかも助手席も。1スタート。さあ来るか、テスラスーパーサミット2022、いよいよフィナーレです。さあモデル X 全員で今音楽が来るか。あ、そしてモデル3もトランクが開いてます。皆さん、モデル3オーナーの皆さんもライトお願いします。おー、さあトランクが開いてます。開いてる。すごい、モデル S も開いてます。テスラ X ランスですね。ということで3人同時にですね、カメラ回すっていう、もうこのカオスな状況になっておりますけれども、なかなかない。あ、来た来た、今今ということでね、はい、ということでですね、今回はなんとスペシャルコラボ4バージョンで、見てください、このカメラの数異常でしょ、これすごいね。なので、ぜひそれぞれのチャンネル、あの概要欄にリンク貼ってますので、はい、ぜひ皆さんそれぞれのチャンネルに飛んで、それぞれのチャンネルご登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの本当にあの有村さんのお笑いチャンネル呼んでくれた。やめてやめて、お笑いじゃない、本当にありがとうございます。ね、ということで、じゃあ皆さんまたね。テスラ最高。テスラトゥーダフューチャー、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。実はですね、最近とても多くのお問い合わせ、テスラを購入したいというお声をですね、たくさんいただいております。また、ちょっと質問がね、非常に僕のところに多いので、ぜひ皆さん質問のある方はコメント欄に、テスラ購入したいけどもこれが不安とか、こういうの実際どうですかっていうのをお書きください。近いうちにまとめて動画でそれを発表して、お返しさせていただければというふうに思っております。まあ、この動画ではですね、もちろん映画のことはもちろんなんですけども、テスラ自分が実際に体験したその素晴らしさを、次の時代はこれだというね、ものをですね、共有していきたいと、発信していきたいと思っております。ぜひチャンネル高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティック。